こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロを卒業して次のステップ、どういったお店を使えばいいのかということについてお話をしていきたいと思っています。この動画の中では、おしゃれが苦手なうちはユニクロを有効に活用しましょうというお話をよくしていると思うんですね。まあ、特にユニクロはベーシックなアイテム、定番のアイテムがしっかりと揃っているので、まずはここでベースを整えるのが非常に良いのかなと思うんですね。ただいろんなものが揃ってくると、ユニクロだけでは少し物足りなさを感じるものなんですね。もう少し着ていてワクワクするものだとか、テンションが上がるものを買いたいなと思った時に、ユニクロ以外のところを使ってみると非常にバランスがいいのかなと思っています。そこで僕がよくお話に出すのがセレクトショップというジャンルなんですね。例えばユナイテッドアローズだとか、トゥモローランド、ビームス、エディフィス、ナノユニバース、まあ、他にもいろんなセレクトショップがあるんですが、ユニクロがあってセレクトショップがありますが、結構ですね、価格の差があるんですね。特にユナイテッドアローズだとか、トゥモローランドですとか、あとはエストネーションとかバーニーズっていうところは割と高いので、ユニクロとの価格差があるんですね。で、いきなりジャンプアップするのがなかなか難しいって感じる方も多いと思うので、今回の動画ではこの間の部分ですね、この階段部分にどんなブランドがあるのかというところをお話ししてみたいと思っています。まずはユニクロのちょっと上、一段上にはどんなブランドがあるのかと言いますと、グローバルワークというお店ブランドと、チャオパニックティピーというものがあります。この2つを理解すると良いかなと思っています。この2つのブランドはショッピングモールとかに入っていますので、割とですね、皆さんの身近なお店なのかなと思っています。まずはグローバルワークなんですが、割と店内ではですね、ベーシックで使い勝手のいい商品が並んでいるんですね。ユニクロとそこまで大きな商品の構成は変わらないんですが、ちょっとトレンドによったものですとか、ユニクロよりは少しおしゃれ感のあるアイテムが多いので、次のステップとしては非常に使いやすいお店なのかなと思っています。結構ですね、小物も良くてですね、バッグだとか、あと靴ですとか、そういったアイテムなんかもお店の中に取り揃えてありますので、ぜひ見ていただくと良いかなと思っています。そしてチャオパニックティピーというお店なんですが、もともとチャオパニックっていうのがセレクトショップなんですね。結構自社の商品、オリジナルのアイテムの比率は多いんですが、いろんなブランドが置いてあるのがチャオパニックというお店なんですが、そのチャオパニックからもうちょっと価格帯をこなえた感じにしたのがチャオパニックティピーというブランドなんですね。ここは結構ファミリー層をターゲットとしていますので、僕たち30代40代の男性には比較的取り入れやすいブランドなのかなというふうに思っています。で、先ほどのユニクロですとか、あとグローバルワークよりももう少しトレンドによったアイテムも多いので、おしゃれをもうちょっと楽しみたいなという方にはおすすめできるのがチャオパニックティピーなのかなというふうに思っています。サイズ感も定番のものよりも少しビッグシルエットによったものなんかも多いので、今っぽさをより取り入れたいという形であればチャオパニックティピーおすすめしたいなというふうに思っています。続いて次のステップなんですが、こちらに位置するのがセレクトショップの低価格帯のゾーンなんですね。例えばジャーナルスタンダードレリウムですとか、アーバンリサーチドワーズというお店が該当しますね。これらのお店というのは兄弟ブランドで、ジャーナルスタンダード、アーバンリサーチのちょっと低価格帯のラインというのがあるんですね。割とショッピングモールなんかにも入っていますので、割と身近なブランドなんですね。セレクトショップのデザインの方向性をより取り入れやすい価格帯で表現していますので、このあたりもぜひ見ていただくと良いかなと思っています。確かにですね、グローバルワークだとかチャオパニックティピーよりも少し価格帯が上がります。ユニクロからするとだいぶ高くはなるんですが、それでも普通のセレクトショップに比べると手頃な価格で、セレクトショップのデザインの雰囲気が感じられるものが手軽な価格で買えますので、ぜひここら辺も見てみると良いのかなというふうに思っています。セレクトショップの初級編という形で捉えてもらうと非常に分かりやすいかなと思います。またユナイテッドアローズグリーンレーベルもですね、これぐらいの価格帯と同じぐらいに位置するのかなと思っています。割とファミリー層に向けた商品構成になっていまして、デザインも割とベーシックで使い勝手もいいですし、素材ですとか機能性という面でも使い勝手のいいものが並んでますので、このあたりのブランドというのは結構リアリティがあっておすすめしやすいのかなと思っています。今僕が着ているネイビーのジャケットですね、これはですね、去年ユナイテッドアローズグリーンレベルで買ったもので、一番動画の中でもよく着ています。僕は様々な価格帯のジャケットを着ているのですが、このジャケット非常によくできていまして、色の雰囲気もいいですし、ソロテックスという素材を使ってるんですが、非常に色合いも綺麗ですし、着心地もストレッチが効いてて非常にいいので、こういったものなんかが割と手軽な価格で買えるというところでは非常に優位性を感じています。ぜひ皆さんもこのあたりの価格帯のお店も足を運んでいただきたいなと
というふうに思っています。あと最後にお伝えしたいのがナノユニバースというセレクトショップですね。まあ、ナノユニバースというとですね、僕らの世代だと結構10代20代の頃に来てた方が多いかなと思うんですが、最近ではですね商品構成ベーシックなものが多くて、割と30代40代の大人の男性にも着やすいものが多くなってるなという印象があります。特にオンラインのサイトを見ていただくとモデルさんの世代も近いですし、結構ですね王道のシンプルなアイテムが多く並んでるので使い勝手がいいブランドかなと思っています。結構ですね価格帯も抑えめでして、グリーンレーベルですとかそのあたりとあまり変わらないんですね。ですので僕ら世代でもナノユニバースすごく使い勝手がいいかなと思いますので、このあたりもオンラインからまずは見ていただくと良いのかなというふうに思っています。以上ですね、ユニクロ以上セレクトショップ未満のお店をですね今回はご紹介しました。まあ、階段を上っていくようにですね少しずつ無理のない範囲で価格帯を上げていくとですねテンションを上げながら服選びができるのかなというふうに思っています。今日お伝えしたようなショップというのは通常のセレクトショップのような敷居の高さってそんなに感じにくいかなと思うんですね。比較的気軽に入りやすい雰囲気ですし、店員さんの雰囲気というのもすごく和やかだったりするので非常に使いやすいお店なのかなと思っています。またユニクロだとか GU とかと比べると店員さんに質問を投げかけてもしっかりとコーディネートのアドバイスなんかもしてくれるので、その点でもちょっと違いがあるのかなと思っています。ぜひ皆さんもこういったお店を使いながらですね日頃のファッションをアップデートしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。